雪長が鎮守を落としたか。我々も先を急ぐぞ。鎮守を落とした小西雪長は加藤清正の到着を待っていた。次はいよいよ勘定だ。今までの戦いで逃げ延びた兵士などが勘定で我々を迎え撃つ準備をしているだろう。勘定は現在の総理。ここで朝鮮軍はそれまでの負けを取り返すべく必死の防戦が行われると考えられた。奴らが準備を完成させる前に早く来い清正。くそ、雪長にこれ以上の武功はあげさせん。俺が一番槍を取る。様々な史実と考察をもとに一つのストーリーを紡ぎ出す非現実の王国。今夜は文禄の駅、伝説の虎退治。加藤清正は春女を目指し北上していたが、小西行長の春樹を落としたとの報を聞き、急遽進路を春樹に変更した。最短ルートで春樹に行きたい。となると山を通ることになりますが。構わん、一刻も早く行かねばならぬのじゃ。清正の二番隊は山岳ルートを選び瞬時に向かった。清正様、そろそろ辺りが暗くなってきます。野営の準備をしましょう。ならん、進行を止めるな。ですが清正様、夜の軍行は危険です。遭難の恐れがあります。くそ、仕方がない。野営の準備をしろ。夜の山に朝鮮軍のゲリラ隊が忍び寄る。やつらめ、やはりこの山に入ったか。おかしら、やつら野営の準備をしてますぜ。今なら完全に無防備。襲いましょうか。まあ焦るなよ。この山には虎が出る。虎がやつらを襲い混乱しているところにわしらもなだれ込む。さすがおかしら、悪知恵が働く。ははははそんなに褒めるなよ。馬をつなぎ焚き火を焚き野営をする二番隊。月がきれいな夜であった。その時何があった？馬が虎にやられました！清正は銃を取り、急ぎ小高い岩に駆け上り、周囲を見渡した。さらに虎に向かい銃を構える兵士たち。その時、清正はある違和感を感じる。虎だけではないな。お前たちひるむな。背を向ければ虎に飛びかかられるぞ。清正様、撃ってもよろしいでしょうか。
ダメだ、撃つな。撃てば奴らが攻めてくる。さあ、どうするよ。虎を退治してわしらにやられるか、このまま睨み合いを続けるか。どれくらいの時間が流れただろうか。月に雲がかかったその瞬間、さあ、虎が限界を迎えるぞ。飛びかかれ、飛びかかれ。虎ってのは本能的に一番強いやつを襲う。大将首取ってしまえ。お前たちは撃つなよ。わしが仕留める。皆の者、銃を森の方角に向けろ。ちっ、日本の侍とは大したもんじゃ。撤退する。逃げるんですか。逃げるね。勝ち目はないんで。ですが、命令は。命令を無視しても殺されることはない。だが今ここであの大将と戦えば確実に殺される。さあ行くぞ。加藤清正の虎退治の武勇は伝説となり現在に伝えられている。待たせたな、雪長。次回は対立、勇猛な加藤清正と知略の小西行長の争いが始まる。非現実の王国